新型コロナウイルスの感染が急拡大していることを受けて政府はあす沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置の適用を決定する方針です沖縄県をまん延防止等重点措置区域ととししして指定定すするるよう国に要請こ決た先月在日アメリカ軍基地キャンプ・ハンセンで新型コロナの新たな変異ウイルス オミクロン株の感染が確認された沖縄県では今日新型コロナの新規感染者が過去最多の981人となりました岩国基地がある山口県と隣接する広島県でも感染が急拡大していて両県は今日う、まん延防止等重点措置の適用を政府に要請しましたこれを受けて政府は明日三県へのまん延防止措置適用を正式に決定する方針です 在日アメリカ軍基地を通じて感染が広がっていると見られることから林外務大臣はアメリカのブリンケン国務長官と電話会談し米兵などの外出制限を含めた感染防止策の強化と徹底を要請しました。